Hi everyone! How is going? It's me, Tate Haru. Please call me Tara. Well, it's been a while. I guess the first video in about 2 weeks. So, today I'm gonna talk about my recent days.Let's get started! はい、という感じですね、久しぶりの動画になります。2週間ぶりでしょうかね。はい、今回は、まあ、近況ということで、何やってるか、これからどうするかっていうことを紹介したいと思うんですけども、今、まあ、ツールとしてはですね、前回、前々回かな、紹介しました、リンクという、まあ、ボキャブラリー、をまあ、その、まあ、多読、リーディング、まあ、もしくは、リスニングの勉強をするためにということで使っているツールなんですけども、それと、ツイッターを使って、まあ、情報収集しながら、まあ、海外情報を取得して、今後は、その、まあ、情報配信、発信をしていきたいな、という形で、やってます。で、どういうふうにするかっていうと、まあ、何でもいいんですけども、これも ABC ニュースですね。まあ、これ自分の、僕のツイッターのアカウントなんですけども、プロフィールで、見ると、ツイート、まあ、フォロー中、フォロワーありまして、まあ、このフォロー中のところで、まあ、誰フォローしてるか。テッククランチって言うんでしょうかね。まあ、これ、まあ、IT 系に特化した、まあ、ウェブサイトですね。まあ、情報のサイトの、アカウントですね。あとは、ブライアン・トレイシーとか、ニューヨーク・タイムズとか、ABC ニュース、CNN とかですね。あとは、まあ、アップルの CEO のティム・クックとか、イーロン・マスク、それからジャック・マーだったりとか、まあ、ドナルド・トランプ、トランプ大統領も入ってますね。ジェフ・ベゾス。そういった形の、まあ、これからこれ、いくつか、ま、選びながら増やしていきたいと思うんですけども、まあ、著名人であったりとか、まあ、第一線で頑張ってる、活躍されてる方の、ツイートなんですけども、まあ、そういうツイートをこう見ながらですね、例えば、何でもいいんですけども、まあ、ホームにすると、まあ、新しい。これはまあ、何かの、まあ、イーロン・マスクが出席した何かの、まあ、記者とかいっぱいいますんでね、何かの発表会か、表彰式か何か、イベントでしょうね、に出席してましたとかっていうことだと思いますけども、まあ、いろいろこう、やってますと、CNN ニュースの速報であったりとか、いろいろこう出てますね。で、これはまあ、イーロン・マスクのですね。ドナルド・トランプ。トランプ大統領が、まあ、多分、コロナウイルスの運命についてツイートしてますね。で、いろいろありますけども、例えば、この中で、まあ、そうですね、CNN。これなんでしょうね。そのマスクをした一人の人が、食用品店の中で、A customer at the Thousand California Grocery Store。南カリフォルニアの食料品店で、まあ、一人のお客さんが、うんたらかんたら、チューズとかって書いてますね。まあ、なんかそういう記事がありましたと。で、これを、例えば、まあ、クリックして、このツイートのアカウントのページにして、右上のこのリンクを押します。ですね。で、どこにインポートするか。で、まあ、ツイッターなんで、まあ、一応これ、僕、いろいろこう、レッスンっていうか、コースを作ってて、ツイッターからの情報、ツイッターで、インポートっていうふうに押します。そうすると、まあ、短い文章ですけどね、ここの文章が、入力されまして、インストールされて、オープンレッスンということで、開けると、出てきます。CNN。インターナショナルですね。カスタマー。まあ、これは本当に短い文だったんで、これでできましたと。で、まあ、これで、まあ、読むこともできますし、で、まあ、これについて、もし、
この CNN がサイドの方で新しくしてるんであれば、ここをクリックすると CNN の、サイトページに飛びますんで、はい、出てますね、記事になってます。でこれは多分、まあ、写真なんですけど、まあ部分で、本文がありますんで、これについてですね。でこれを同じようにですから、まあ、ツイッターとかでサラサラサラーとこう情報なんか面白いんじゃないかなというのを見ながら、あこれ面白そうかなと思ったやつがあったら、リンクにインストールして、で、まあ、読んでみて、で、まあ、本文読みたいなと思ったらこういうふうな形で本体というか本サイトですね、それを、まあ、ツイートしている、ウェブサイトがあるのであれば、まあ、こちらはこの場合は CNN のサイトですけども行ってインストールすると、同じように、こういうふうな形で、出てきますね、はい、でこれどれぐらいの量があるのかというと、ここのクリックすると単語636ってありますので、636ワードの単語でまあ構成されてますと。で、まだ読んだことのないユニークワースが323ありますというところで出てきますね。でこういったもろもろの部分で、まあ、読んでリーディング、まあ語彙を増やしながらリーディングして多読ですね、をやって、現在やってます。でこの情報収集したものっていうのをまあ何にするかっていうのは、まあ、もちろん英語の勉強もそうなんですが、まあ、これで勉強しつつの、まあ、例えばですね、僕はウェブサイト、まあ、ブログ作ってまして、まあ、最新ビジネス情報ゲッターっていうのがありまして、まあ、これでですね、例えば、まあ、Uber Eats は世界の市場から撤退したと、まあ、なんす中東の方ですね、英語のやつをこう翻訳っていうかリーディングの勉強しながら自分の中でかいつまんで自分の意見も入れつつ見解も入れつつこういうふうに記事にして、載せてます。で今後はこういうのをですね、どんどん増やしていこうかなと思っていってます。こういうふうな形ですね、どんどんこう作っていきたいと思います。で、あとは、まあ、今は、この英語の勉強ですね、のチャンネルを一つと、それから YouTube に関しては、パソコン周りですね、インターネット関連、ソフトウェア関連に関する、まあ、トラブル解決情報とか、まあ、使い方みたいなチャンネルが一つ。そしてもう一つがですね、このさっき紹介したブログとも連動するんですけども、海外の、まあニュース情報だったりとかビジネス情報を、引っ張ってきて、まあ、自分なりに要約して紹介するようなチャンネルを新しく作っていきたいと思います。まあ、もちろんそんなにねガツガツその日本語みたいに情報収集、すぐできるスキルもまだありませんから、徐々にではありますけども、そういうのを含めて、まあ、3つのチャンネルを作ってやっていきたいと思います。まあ、ウェブサイトに関して言えば、そのパソコン周りのウェブサイトと、それからまあ20代の女性向けのものありますが、まあ、こっちはあんまり、ね、仕事で作ってたやつなんですが、まあ、あんまり、ウェイトを今後は置かずに、新しくこのビジネス情報のサイトですね、この2本柱でやっていきたいと思います。で、まあ、基本的には英語を勉強すると、で英語を勉強しながら、情報収集をしつつそれを仕事に役立てると、僕の場合だったらその、ウェブサイトのブログの記事のソースを集めるのに英語を使うと、そして、まあチャンネルを使って、まあ、それを紹介していくと、要はまあ、プライベートで言うと、まあ、字幕を見ずに、アメリカの動画だったりとか映画ドラマっていうのを見たいなっていうのがあったんですけども、もちろん現在進行であるんですけどもね、それはまあ、本当に、高い目標なんで継続していって、で、まあ、仕事に役立てるといった部分はそういう情報収集をした上で、まあ、自分も情報収集をして、まあ、記事を執筆しながら新しく情報を、まあ、日本の方向けに配信発信していけたらなというふうな感じで思っております。はい、まあ近況としてはこんな感じですね。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。
Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!